さん皆さんどうもどうも、吉川ひとみちゃんです。今日は一人なんですよ、実は。どこだと思います？なんか寂しいね、一人で。でも行きたいとこがあるかな。来ました、一人で。みんな元気？どう？もう一人で寂しいけど、もうワクワクで一人で来て、もう見て、山だらけ。なんかちょっとだけブラジル思っちゃうよね。さあ今日私どこ行くんでしょう。あっちに行って見て、綺麗でしょ。ここは名前忘れちゃった。どうあったっけ。まあ後でちょっと書いとくね、ここで。で行きたかったのは、実は温泉、本物の温泉なの。だって温泉は行ったけど、なんかちっちゃく多いな温泉だったから、もう今日は本物のでかいのにやりたいと思います。見て、あ、ここもかわいいよ。あっちまで行って、いやー、ちょっと暑いけど温泉暑いかな。どうだろう、どうかな。暑いのちょっと苦手だから。ちょっと心配。で、皆さんちょっと歩いてたけどね、見て、なんかさ、店がいっぱいで、なんか美味しそうものがいっぱいあって、買おうかなと思ってて、見て、なんかおまんじゅうとか、なんとか温泉のおまんじゅう、温泉のおまんじゅうってな、水、温泉の水で作ってるのかな。なんで作ってるのかな、そう気になるよね。なんか食べたいよね、みんな。見てみ、あ、こうね、おっと買ってみようかなと思ってね。でも買おう。なんだろう、車ぶつけちゃう。見て、ここ、エヴァ残酷な天使。ここエヴァの街なの。いいね。お店、こっちも見せる。こっち自販機で、何がいいかな。おまんじゅう、やっぱおまんじゅうだね。おまんじゅうっぽいしか売ってないみたい。そう、買ってこようっとね。じゃあみんな買ってくるよっと。どこだったんだろう。あ、皆さん温泉まんじゅう買っちゃった。あ、おいしそう。食べようか。いただきます。100点。めっちゃ美味しい。見て、あんこ、おいしい。